ベニガラのパンドラ、ゴーストアーンマイナスは、六道紳士による日本の漫画。原案は、白をマサムネ。技術が発展し、サイボーグやロボットが一部ではあるが一般に出回り始めた未来。漫画版、広角機動体の十数年前の世界を舞台に、脳以外のすべてを機械化した、全身擬態の少女が最高級リゾート島で、テロに遭遇し、 偶然知り合った謎の女性二人組と共に事件に立ち向かう。副題のアーンはギリシャの壺すなわちパンドラの箱を指している。原案はアップルシードや広角軌道体などで知られる漫画家、白尾正宗、漫画はエクセルサーガなどで知られる漫画家、六道新種が担当している。2012年10月月間漫画雑誌ニュータイプエースにて、 掲載が開始され、翌2013年3月には単行本化された。2021年2月時点で、電子版を含めた累計発行部数は100万部を突破している。なお、ニュータイプエースの休館に伴い、同志ボリューム23号をもって実体雑誌媒体の連載を終了。2013年ボリューム98号から2016年6月27日まで、 ニコニコエースで2016年8月1日からはコミックニュータイプで連載中。なお、ニコニコエースについては引き続きコミックニュータイプ配信文を掲載している。資料によると本作は2008年7月にアニメ制作会社の発注に準じて作られた企画をベースにしているという。その後、この企画は諸事情から休眠状態になっていたが、 六道の手を借りて、コミック化する運びとなった。四郎自身は、大雑把な物語の流れや、ベースとなるキャラ設定のみを提示するスタンスで、他は六道に任せているという。また、四郎が漫画を執筆しない理由としては、自分の絵柄が古いこと、自分の過去作品の印象を引きずって、明るく楽しい作品にならない恐れがあること、自身の理屈を並べる傾向から作品が鈍重になる。 恐れがあることを挙げている。なお、六道は、体調面の都合から炭鉱本題発刊をもって、作画担当を交板し、構成、シナリオに専念することとなった。炭鉱本題休巻以降の作画は、春河秋冬鈴が担当しているが、版権の関係で、タイトルに名前は書かれていない。2015年10月24日にテレビアニメ化が、発表され、 翌2016年1月から同年3月まで東京 MX などで放送された。こちらは漫画版から設定が大幅に変更されており、アップルシードや広角機動隊とのつながりはない。本作は当初ゴーストアーンという題名で企画され、初期プロットでは広角機動隊アライズと同一の世界観を舞台にする予定であった。初期プロットではウザルデリラは 広角機動体アライズ第3話、第4話に登場する人事別カ・アルサイード博士と同一人物であり、彼女やクラリオン、試作型タブエルが広角機動体アライズに登場する予定だった。また、広角機動体アライズに登場するクルツももともとはゴーストアーンのキャラクターであり、本作におけるヤンクルツに相当するキャラクターであった。ウザルたちは、 広角機動隊アライズの事件後にセナンクル島へ移住し、それから数年後の世界がゴーストアーンの舞台になる予定であった。単行本巻末に掲載されている企画初期のイラストでは、クルツ以外にもサイン移動を護衛していたサイボーグやホズミナミなど広角機動隊アライズの登場人物の原型となったと推察されるキャラクターが掲載されている。しかし、ゴーストアーンのアニメ企画が 初版の事情で中止になり、角川が漫画として企画を再始動させる際に設定とキャラクターの再構成が行われた。それに伴い、世界設定は広角機動タイアライズよりも前の時代になり、同一人物であったゴーストアーン側のキャラクターと広角機動タイアライズ側のキャラクターが分離され、題名もベニガラのパンドラゴーストアーンマイナスとなった。技術の進歩により、 一般社会にもサイボーグやロボットが出回り始めた未来。大規模な自然災害が世界中で多発する一方、社会では貧富の差が拡大した混迷の時代に入っていた。脳以外の全身を機械化した全身擬体の少女、七天福音は平和な最高級リゾート島、セナンクルハイランドを訪れていた。しかし、強力な武装を持つ巨大自律が託作機。 ブエルが突然暴走したことで、島は崩壊の危機に立たされる。福音は、島で出会った謎の女性科学者のウザルデリラと、美少女型アンドロイドのクラリオンに協力し、ブエルに立ち向かうことになる。ティターン TV、セナンクル警察オクタクタギ体総合病院、セナンクル島ギカイブルクリンカその他前述の通り、本作は、広角機動体シリーズと世界観が共通であるため、両者には、 共通する用語が多数登場する。2015年10月24日にアニメ化が発表され、同年12月5日から18日にかけて第1話、第2話が角川シネマ新宿、伏見ミリオンザ、梅田ブルク7の全国3カ所にて2週間限定で劇場イベント上映され、劇場では作品解説、インタビュー、初期設定を収録した特製カタログが販売された。 2016年1月から同年3月まで、東京 MX 他にて、テレビアニメ全12話が放送された。原作の進行具合とアニメの制作時期の関係上、原作で、まだ作画されていなかった終盤の部分は、六道との打ち合わせをもとに制作された、アニメオリジナルの展開でまとめられており、大筋こそ原作に沿ってはいるものの、キャラクターによっては出番が、大幅に削られている。 監督の名は宗則は、ハロー。金色モザイクの副監督を担当していた当時、スタジオ国民社長の柴田と介から声をかけてもらったことがきっかけで本作へ参加した。当初は、白と六道らビッグネーム二人の原作と自分の作風の違いに戸惑ったが、原作から感じた、ガールミーツガールの物語に特化すれば、自分の経験を活かせると思った上、 角川プロデューサーの伊藤敦氏と意見が合致したこともあり、正式に監督として就任したという。映像化に際し、縄はアニメならではの可能性として、魔法のプリンセスミンキーモモのような展開を考えていたが、最終的には、原作の流れを組むこととなったために 3DCG を、用いるメカニックやアクションの描写が外せず、そのノウハウが薄かったために 3D 版や、 撮影会社に協力を仰いで試行錯誤しながら現場を作っていった。冊子の都合上、膨大な情報が盛り込まれている原作の削り、加減には苦労しており、キャラクターが会話している後方法で街並みを流すなど、なるべく背景を見せる工夫を凝らしたという。オープニングアニメーションは、縄に依頼されて、絵コンテ演出に参加した高橋徹の意向で縄の指定した。 キャラクター以外のキャラクターやイチクールしかない本作の、ある程度先のネタも出しをしみせずに入れられた、てんこ盛りの内容になっている。上記のイベント上映時の2015年12月5日には、角川シネマ新宿で舞台挨拶が行われたが、その壇上で、縄は、バニー役の村川ワリー・トブリー役の松田さつみの、テンションの高さに作画を合わせていった胸の裏話も、披露している。 シリーズ構成の高橋達也は、志郎のファンにはにやりとしてもらえる要素を散りばめつつ、予備知識のない人にもガールミーツガールの物語として、楽しんでもらえるように意識したという。高橋達也によれば、ブエル役の森田淳平は、縄の熱い要望で参加してもらったという。また、篠の顔見役の河村マリアは、八つ萩を発射する際のナレーションから、劇場アニメ、 花の詩女コティックメイドや、ファイブスター物語にちなむ出演であることが、六道のツイートや角川ニュータイプ編集部の肘方、公平のツイートで、示唆されている。縄によれば、テレビ放送開始直後のツイッターではおおむね、好意的に評価されていたらしい。また、毎日新聞のトルネ番付によれば、2016年1月分の、速報で第7位、月間で、 第12位を記録している、ネネとクラリオンのパンドラジオは何かで配信、パンドラジオを再現したショートアニメ。監督は国領エミカ、アニメーション制作はデラ。ありがとうございます。